みなさんこんにちは。舞台、ロミオとジュリエット、ロミオ役の高杉真弘です。ジュリエット役の藤野涼子です。いやー、初めましてで、<laughs> 結構このポスタービジュアルの撮影、緊張しましたよね。いやめちゃめちゃ緊張しました。<laughs> 本当に初めましてで、こういうそのポスター撮りとかをするのも私は初めてだったので、うんはい なんかこのぐらいの距離でこう頭をくっつけてって言われた時にすごいもう手汗が <laughs> すごくて <laughs> 高杉さんには伝わってないかなと思ってめっちゃ緊張しながらやってましたんかそうですね僕はもうずっとそれを受けてるだけだったからその撮影の時はだから申し訳ねえなって楽しくこれから始まるんだなって感じはしたのでその今日始まったっていう感じがすごくしました エール、エール、ール頑張ろう。そうですよね。じゃあ一緒に。ーあ、そうですね。生<っ>の頑張ろう。いい感じです。はい。<laughs> クリアしました。<laughs> <laughs> <laughs> エールですね。僕は実は映画。 でしか見たことがなくて舞台版っていうのをその数々の方たちがたくさんの方たちがやられてると思うんですけど見たことがなくてなんか思い出っていうとその映画の話にはなるんですけど舞台でご一緒してた先輩に「お前見た方がいいぞ」って言われて貸してもらった DVD で見た記憶があってなんかその時見たのは僕の印象ではそのもっと硬いイメージだったりとかその映画は。 エンターテインメントに消化されてた印象があって若者たちが向かっていく結末に対してすごくドキドキした記憶はありますただ今回はまたその映画とはまたちょっと違う部分もたくさんあると思いますし僕ら自身も違うのでその変化っていうのが楽しみな部分の一つですね好きなシーンっていうのは多分変わってくるのかなと思いますしはい。私はあの。 舞台を見たことはないんですけど DVD は持っていてロミエとジュリエットをやるにあたってあのその作品を見て少しこう世界観を知るというかうん、うん、どんな感じなのかっていうのを見て学ぼうかなって思ったんですけどやっぱり役者ってどうしても見たものとか他の人が演じた役をちょっとこういいと思ってしまった部分があったら、うん、こうその役に。 ってしまううというか、なんか自分のオリジナリティじゃなくてそっちを真似してしまうっていうところもあると思うのでうん、うん、まだあのの舞台 DVD は見れてないんです脚本を読んでいて好きだなって思うシーンは、まあ、ありきたりかもしれないんですけどやっぱりあのバルコニーでそのジュリエットとロミオが喋ってるっていうところのシーンでなんか シェイクスピアって結構古典物で文学ですごく難しくて勉強っていうイメージがあったんですけど戯曲を読んだ時に言葉遊びがすごくたくさんあってん,なんかそうなんですよす、ね、その言葉が結構現代の私たちの気持ちと何て言ういいんですかねリンクしてたりとかする場所があるので全く。 なんか分からないとかじゃなくて、うん、読んでいてもあここの気持ち分かるなとか恋愛のあるあるだなっていう部分があったりとかして全体的にすごく面白いですしバルコニーのシーンとかはなんか恋人同士のドキドキっていうのが、うん、なんかすごく私もなんか,分かるなって思いました、うん、題名は知っているとか、えー、映画を見たことあるとか。 舞台ももも見たたことあるる方もたくさんいいらっししゃるのかもしれないですけど全部同じってことは一つもないので伝わる部分っていうのも変わってきますし伝えたい部分っていうのも変わってくると思うので是非僕らの「ロミオとジリエット」を純粋に楽しんでもらえるんじゃないかなと思っていますし僕らも純粋に楽しんでお芝居をしたいなと思っているので是非楽しみにしていただけたら嬉しいです。初めててさんとお会いして 緊張感のあるなんかポスター撮りをやっていたんですけど、うん、いろんなアニメとか漫画とか <laughs> 話をしていたんですけどポスター撮りの時に自分の好きなことに関して情熱とかパッションがある方だなってお話ししていて思っていたのでそういう私たちが持っているその情熱とかをまた芝居にこう。うん 落と,落とし込んだ時に新しい私たちなりのロミオとジュリエットができてくると思うので稽古はまだ始まってないんですけどでもこれからどうなっていくのか私たちもまだわからないのですごく楽しみです。